はい、えー、この講義ではテキストの二十六ページから二十七ページの市民革命の解いておきたい過去の両問を解説します。問題を解いてからご覧ください。では、えー、具体的に始めたいと思います。まず一番最初、えー、革命史からやっていきたいと思います。えっ、ー、とこの市民革命ですけども、先ほどの現代史に比べてまた重く出る世界史の内容になってます。 ですからまあ教育採用試験特にこの市民革命の部分というのも着目してぜひ準備されて勉強してくださいでその中でも今回まあ両門を選んだわけですけども、えー、山形県それから兵庫県と同じく2018年の問題をピックアップしてちょっと解説したいというふうに思っていますでこの市民革命に関しては前の動画でもたくさん詳しく説明したと思うんですけども総合的にちょっと今回は考えていきましょうでまず市民革命です えー、市民革命っていうのはそれまでなぜ起きたかっていう話をするとまあ永遠,と永遠の話になりますけどズ、えー、ばり言っていたら能の身分それから領主と能の,の身分との、えーっとまあ、ギャップそれをどういかにこう解放していくかという、まあ、ヨーロッパの秩序づくりの中の一環です。で見て頂い,いて分かると思うんですけど17世紀長をつまり1600年代の真ん中ぐらいからまあ最近では1917年までこの能の解放 まあ、農民解放っていったりしますけどもそういうその市民への、まあ、新しい市民階級っていうものの戦いっていうものが繰り広げられてましたとそういうふうに考えていいと思います一番最初に起こったのは、まあ、ピリタン革命でありそしてその後すぐ来る名誉革命ですこれはいわゆるこの2つを合わせて人によってはイギリス革命っていったりしますでまずピリタン革命の方ではまあ国王と議会との争いの中で まあ国王の不法逮捕であったりとか国王によるまあ課税の禁止なんていうのをこう戦いという場であったピュリタン革命というのがあってえまあここでえっとまず一つえまあ議会側つまり市民側が勝ちますでその後に名誉革命が起きてでえっと王様がまあ血が流さず名王様がまあ逃げていったというところで名誉という意味で名誉革命が起きると。 でこの2つのイギリス革命の意義というのはこれはあのテキストにも書れてあるとは思うんですけども議会あるるいいは制度の自由ととして挙げられると思いますですからまあ革命中の革命というのはまあ一般的にフランス革命と言われてますけども、えー、議会制あるいは制度の自由というものはここで人類史上獲得されたんだというようなイメージでこの2つの大体の年号を覚えておいてください。それから まあ革命今言いました革命中の革命と言いましたけどフランス革命ですでフランス革命は例えば次の第二問の問題兵庫県の問題ですけれども1789年,年7月パルのミニらュラによってある建物が襲撃されてフランス革命が始まったとで右の絵はこの出来事を描いたものであると絵に描かれた建物として正しいものをやりましょうってことですがこれはまあフランス革命の勃発の一番最初の原因となったバスティーユ牢獄です まあ、これ襲撃事件って言いますけど。あの教員採用試験の問題の傾向としては。ある革命、ある戦争が起きました。その原因って一体何ですかと。いう,ようなスタイルで聞かれる問題が多いので。ぜひ、これもチェックしておいてください。で、そして、えっと、最後はロシア革命です。ロシアはもうずっと長い間、濃度税っていうのを維持していて。19世紀にもなっても、議会のない。先制空位制の国でした。それを。 まあ、ロシア革命1917年は社会主義革命となりましたけどもまあ農度身分っていうのはまあ一つで言えば議会制っていう中で獲得していこうというふうな流れの中でできたものですけどもこれは社会主義革命です。というようにこの約300年ぐらいのこの歴史の中の市民革命はぜひ教員採用資金でも出ますのでぜひ覚えてください以上です。 3番目の問題いきたいと思います次は産業革命です、えー、和歌山県2018年の問題なんですけれども、えっと、この産業革命論っていうのは、えーまあ、特に、まあ、世界史を勉強する人にとってはものすごく難しい内容です今日、えー、今回の動画の中で一番難しい内容ですのでぜひ、えー、お話を聞いていただけたと思いますで産業革命という場合世界史ではまず2つの観点から勉強する必要があると思うんですね まあこれはのテキストにも書い,てある書いてあるので読んでいただけたらと思うんですけどまず産業革命というのはまずは人口が減ってきたという流れの中でイギリスでまあたくさんのえとまあ人口が増えるということはたくさんの食べ物が必要になってくるという中でまず農業革命が起きるとで農業革命を起こすには例えば桑が必要である強い大量生産をしなくちゃいけないわけですから効率性を求めたような鉄などの 農区っていうのがが大量に生産されるる必要があるとでそういう中で産業革命が起きていたと今のような、えっとまあ、オートメーション化までいきませんけども、まあ、工場ができていくという過程がまず一つ目でその話というのはどち,らどちらかというと大学でやるような、まあ、産業革命論なんですけども、まあ、一般的に大学入試であるとかあるいは一般的に、まあ、こういう教員採用試験の場合はこの二つ目のパターンこの、まあえー 面製品ですね、えーまあ、織,織物業っていうものを中心として始まった産業革命という形でよく出るので、えー、これをぜひ覚えていきましょうあ実はこの話ものすごく難しい話であるんですけれども覚え,覚えにくいですしね、えー、ただし覚えなきゃいけないっていう内容が出てきてますでそれをやっぱ世界史の問題として出してますので僕はむしろこれは難問の方に入るんじゃないかなと思いますので、えー、残念ながらこれしっかりと残念ながらじゃないですけど、まあ、覚えていきましょう でまずこの産業革命というのはまずここのの綿産産業業ででですすね、えー、織物とといいううもので始まったということですで当時はイギリスはたくさんの植民地を持っていたのでインドから例えばたくさんの綿花が入ってくるという中で物はたくさん入ってくるんだけれどもそれをまあ大量に生産するにはどうしたらいいかという課題に18世紀の後半です、ね、1700年代後半ですねちょっとフランス革命の頃起きるわけです。 で、その解決方法として、ジョンケイという人が。飛び火というのを発明します。で、これは単純に、十四世紀から変わっていない。まあ、織物機、まあ、ガチャガチャ、こうやっていく。まあ、皆さんが想像する最初の。織物の、あの概念から、新しい部品を使って。え飛び火というのを使って、大量に生産するということになっています。大量に生産するというか。織物をすると、まあ、昔のやり方でいうと織物は。 二人がかり必要だったものが一人でできますよというのが簡単に考えればそれでいいと思います。でその次ハーグリーブスという発明家これ全員発明家です。ハーグリーブスさんがこのジェニー防石器っていうのを作ります。でこのジェニー防石器まあジェニーってのはこのハーグリーブスさんのえまあ奥さんのことを言ってるんですけどもこのえジェニー防石器っていうのはえさらにたくさんこうつむ,積む糸をつむことができるたくさんのその 素材をこう作っていって一つじゃなくていろんなものを一度に生産できるというやり方を発明しましたと。でただしこうなってくると人間のの能力力いうははやはり能力が必要になってきますもちろん足で回したりとか一生懸命やるんですけれどもそれでもなかなかうまくいかないということになると今度は動力ってことになるわけですね。そこで思いついつたのははアークライトさんは この水力防湿機っていうのを作って、要するに水車を使って、まあ水があれば水力を使って動力をまあえっと使って、まあ次に紡ぎでいくことができるというふうになっていくわけですね。水があれば必ずできるものであるし、で人間が労力を使わなくても生産できるという、これを水力防湿機っていう風に言います。で最後です、えー。クロンプトンさんっていう人はさらに水ではなくて まあえー、と当時はまだ水じゃなくてアルコールなんですが、えー、と蒸気を使って、えー、やっていこうと,、えー、ということを、まあ、最初に考えてるんですけどもこの、えー、とクロンプトさんはまずミュール防石器、まあ、ミュールって書きましたけどこれはラバっていう動物で、まあえー、と馬とそれからロバを合わせた動物だそうですがつまりジェニー防石器とそれから水力防石器。 これを合わせた技術でミュール防石器っていうのを開発していきますこの。この発明品っていうことによってイギリスは大量生産を可能にしていくっていうことになります。世界で最初に産業革命を繰り広げた国と言っていいと思いますね。で、あともう一つ確認してほしいのは、このテキストにも書いてますけれども、皆さんぜひ確認してほしいのは、今のここですね、 8ページのところを見ていただいてまた、えー、もう一人ですねカートライトさんっていうのがこの下に、まあ、いるんですが前、まあ、書きませんでした、えー、カートル・カートライトさんはこれから蒸気を使って、えー、とまたこの、まあ、織物を大量生産していくという形になります、えー、少なくとも皆さんは覚えてほしいのはジョン・ケイハーグリーブズアークライトそれからクロンプトさんの名前を覚えて発明品の名前を覚えていただけたらと思いますね えと以上が産業革命ですけれども、えー、この問題っていうのは我々の問題にもすごく直結していてこういう人たちが発明することによって発明できていない古い織工、まあ、さんたちは、まあまあ、織物工業ですね織工の人たちは、まあえー、と淘汰されていったと、まあ、今 AIAI AI と言ってまして、まあ、いろんな,いろんなその職,が職がなくなるっていう噂もありますが実はそれは今の話だけじゃなくてすでに18世紀の後半同じことが イギリスではもう行われていました。ですから歴史をこういう見ながら、えー、今の問題として考え、まあ経済政治を考えていくとすごく役に立つんじゃないかなと思います。以上です。はいそれでは、えー、次三、えー、番目の問題いきたいと思います。次は産業革命です。えー、和歌山県2018年の問題なんですけれども、えー、っとこの産業革命論っていうのは、えー、まあ。 特にまあ世界史を勉強する人にとってはものすごく難しい内容です。今日今回の動画の中で一番難しい内容ですので、ぜひお話を聞いていただけたらと思います。で、産業革命という場合、世界史ではまず二つの観点から勉強する必要があると思うんですね。まあこれはあのテキストにも書いてある書いてあるので読んでいただけるたると思うんですけど、まず産業革命というのはまずは人口が減ってきたという流れの中でイギリスでまあたくさんの えとまあ人口が増えるということはたくさんの食べ物が必要になってくるという中でまず農業革命が起きるとで農業革命を起こすには例えば桑が必要である強い大量生産をしなくちゃいけないわけですから効率性を求めたような鉄などの農区っていうのが大量に生産される必要があるとでそういう中で産業革命が起きていたと今のようなえっとまあオートメーション化までいきませんけどもまあ工場ができていくという過程がまず一つ目。 でその話というのはどちらかというと大学でやるような、まあ、産業革命論なんですけども、まあ、一般的に大学入試であるとかあるいは一般的にまあこういう教員採用試験の場合はこの2つ目のパターンこの綿、まあえー、製品ですね、えーまあ、織工織物業っていうものを中心として始まった産業革命っていう形でよく出るので、えー、これをぜひ覚えていきましょう。 実はこの話、ものすごく難しい話であるんですけれども、覚えに,覚えにくいですしね。えー、ただし覚えなきゃいけないっていう内容が出てきてます。で、それはやっぱ世界史の問題として出してますので、僕はむしろ、これは難問の方に入るんじゃないかなと思いますので、えー、残念ながらこれしっかりと、残念ながらじゃないですけど、まあ覚えていきましょう。で、まずこの産業革命っていうのは、まずこの免課産業ですね、えー、織物産業っていうもので始まったということです。 で当時はイギリスはたくさんの植民地を持っていたのでインドから例えばたくさんの綿花が入ってくるという中で物はたくさん入ってくるんだけれどもそれをまあ大量に生産するにはどうしたらいいかという課題に18世紀の後半です、ね、1700年代後半ですねちょうどフランス革命の頃起きるわけです。でその解決方法としてジョン・ケイという人が飛び火というのを発明します。でこれは単純に 14世紀から変わっていない、まあ、織物機、まあガチャガチャこうやっていく、まあ、皆さんが想像する最初の織物のあの概念から新しい部品を使って、えー、飛び機というのを使って大量に生産するということになっています大量に生産するというか織物をする取る、まあ、昔のやり方でいうと織物は2人がかり必要だったものが1人でできますよというのが簡単に考えればそれでいいと思いますでその次ハーグリーブズという発明家これ全員発明家です ハーグリブスさんがこのジェニー防石器っていうのを作ります。で、このジェニー防石器まあジェニーってのはこのハーグリブスさんの、えー、まあ奥さんのことを言ってるんですけども、この、えー、ジェニー防石器っていうのは、えー、さらにたくさんこう積むを積む糸を積むことができるたくさんのその、えー、なんていうんですかねあの素材をこう作っていって一つじゃなくていろんなものを一度に生産できるというやり方を発明しましたで、ただしこうなってくると。 人間のの能力力いうははやはり労力は必要になってきますもちろん足で回したりとか一生懸命やるんですけれどもそれでもなかなかうまくいかないということになると今度は動力ってことこになるわけですねでそこで思いついたのはアークライトさんはこの水力防石器っていうのを作って要するに水車を使って、まあ、水があれば水力を使って動力を、まあえっと、使ってっと使って ででいいくくこととができるううふうになっていくわけですね水があれば必ずできるものであるしで人間が労力を使わなくても生産できるというこれを水力防石器っていいう,うに言いますで最後です、えー、クロンプトンさんっていう人はさらに水ではなくてまあ、えー、と当時はまだ水じゃなくてアルコールなんですが、えー、と蒸気を使ってやっていこうと,、えー、ということを、まあ、最初に考えてるんですけれども。 この、えー、とクロンプトさんはまずミュール防石器、まあ、ミュールって書けましたけどこれはラバっていう動物で、まあえー、と馬とそれからロバを合わせた動物だそうですがつまりジェニー防石器とそれから水力防石器これを合わせた技術でミュール防石器っていうのを開発していきます、えー、この,この、えー、と発明品っていうことによってイギリスは大量生産を可能にしていくってことになります世界で最初に 産業革命を繰り広げた国とと言っていいと思い思ますねであともう一つ確認してほしいのはこのテキストにも書いてますけれども、えっと、皆さんぜひ確認してほしいのは今のここですね28ページのところ見ていただいてあともう一人ですねカートライトさんっていうのがこの下にいるんですが前書きませんでしたカートライトさんはこれから蒸気を使ってまたこの まあ、織物を大量生産していいくという形になりますえす、ー、少なくとも皆さんは覚えてほしいのはジョン・ケイハーグリーブズアークライトそれからクロンプトさんの名前を覚えて発明品の名前を覚えていいたただけたらと思いますね、えー、と以上が産業革命ですけれども、えー、この問題っていうのは我々の問題にもすごく直結していてこういう人たちが発明することによって発明できていない古い、まあ、織工さんたちは、まあ、織物工業ですね織工の人たちは まあえっ、ー、と淘汰されていったとまあ今 AI AI と言ってましてまあいろんなかいいろんなその職が職がなくなるっていう噂もありますが実はそれは今の話だけじゃなくてすでに第二世紀の後半同じことがイギリスではもう行われていましたですから歴史をこういう見ながら、えー、今の問題として、まあ、考えまあ経済政治を考えていくとすごく役に立つんじゃないかなと思います以上ですはいそれじゃあ始めたいと思います次は、えー、四角五番 アメリカが中国の歴代大統領についての問題これを少し解説したいと思っていますえっ、ー、とこれ共府の先ほども話したと思うんですけども、まあ、90年代の話ももうすでにもう世界史の話題になってきていますナフタであるとかあるいは EUWTO の問題も世界史の問題として捉えていただけたらなと思うんですけども今回世界史の問題ですが 英語の問題が出ていま,すまあもちろん難問っていうことになると思うんですがまあもちろんこれ見ていただいて有名な言葉ですよね。えー、ともちろん一般教養として皆さんに聞いている問題なんですけれどもテキストの方アメリカ合衆国の歴代大統領の中の問題でまずえとこの3つの三つの写真、まあ、3人の肖像があるいは写真の中で。 括弧1の英語を書いていてる人人はは言った人は誰ですかという問題でしたもちろんこれも一般教養を聞いてますけれども難しいなと思うのは全て英語で書かれているわけですよねで、えっと、実際の問題は、まあ、これ書かれてますように5行英文になってますただからどこを着目していいかというとこの言葉ですね「Of the people, by the people, for the people」これでおそらく「 皆さん分かっていたと思うんです分かっていただけたと思うんですけど答えリンカーンになりますまあこれ、えっと、問題で言うと、まあ、人間のですよね、まあ、人々の、うんまあ、人民の人民による人民のための政府とあるいは政治というふうに訳していると思います、えー、ここを見て、えっと、今回のこの世界中の問題英語の問題になってますけれどもまあ、えっと、しっかりとこうした世界中の問題です、えー、これを見てリンカーンを答える問題が出ています でえっと、今回のテキストではこれ英語が出てたので、えっと、おそらくまた違う問題として出てくるんじゃないかなと思いまして今度はアメリカ独立宣言の全文っていうのをえ皆さんのテキストに載せてみましたでこれですけれどもこれはテキストで言うと、えっと、そうですね30ページのところに、えっと、出させていただいてます、まあ、アメリカの独立のところで出してます でまあ、たくさんいろいろ文章がある中で一つピックアップするというと、まあ、このテキストでいうと上から2行目ですね、まあ、1行目から2行目「オール・メン・クリエティ・イコール」っていう単語これはすごく有名な言葉ですよね、まあ、アメリカ独立宣言全文の中ですべ、えー、てのテキストのところに訳役書いてますけどもすべての人は平等で作られているんだと。これはえー、とぜひ 政治経済でも公民でも世界史でも重要な言葉なのでこれはやっぱり覚えていきましょう皆さんいいでしょうかでそれ以外にもフランス語もフランス語の人権宣言もありますがあれはフランス語で書かれているのでフランス語の問題で出るっていうのはまず100%ないと思いますからまあ人権宣言は1719年ですねえと8月にえとこれまあ発表されたえと人権の関する自由の まあ宣言ですけれども、えっと、ぜひ、これも、えっと、ぜひ覚えていただきたいと思います。一つですね、このオブザ・ピーポー、バイ・ザ・ピーポー、ホーザ・ピーポーを見て、リンカーンを考えると。それから、ローメン・ア e イ・コール、ね、イ・クレイテッ e イ・コールという単語を見て、アメリカ独立宣言の全文だというふうに分かっていただければ、もう、十分だと思います。で、えっと、問題の方ですけれども、問題の方は、えっと、しっかりとやっていきましょう。まず、えっと、括弧一1番です。これはもちろん、リンカーンですから、答えは、 当然これは括弧一番、リンカーンになりますね。ここは問題ないと思います。で、カッコ1って答えはリンカーン。それから括弧二2の問題ですが、えっ、ー、と、これです。まず、ワシントンっていう人がいます。これはアメリカの初代大統領の人ですけども、えっ、ー、と、この人は、まずですね、えっ、ー、と、まあ時代っていうふうな、えっ、ー、と、まあ、これ、あの、在任中の時代ですので、まあフランス革命の大体、この、 アメリカ独立宣言の頃は大体同じ声です。こっちは1776年フランス革命は1789年ですので、初代大統領のワシントンがまず挙げられると思います。ですね。でケネディと言ったらばいろんなことやってますが、まずキューバ危機。まあこれはあの前,前の動画でもお話したと思います。キューバ危機が起きて、でとソ連とまあ核戦争まで起,起きそうになったぐらいの危機が訪れて、これなんとか。 まあ、核戦争を起こらずとか、えー、と終わったという事件ですあとまあ、えー、とこの、まあ、ケネディで言いますと例えばベトナム戦争を始めたとかいうところを覚えていただけたらなと思います。ということで、えー、と長々と世界史やってきましたけどもいかがでしょうか、まあ、最近の世界史の問題の傾向で言いますと。 まあ現代社会あるいは公民政治経済も含めた総合的な内容が問われているのがすごく多いと思いますえ特にえまず市民社会ですね市民革命のところそれから今言ったようにえすごい最近の現代史のあたりを中心に勉強していただければまずえ、まあ公,まあ、公民のねこのえこえ教員採用試験に関してはとにかくまずは問題としては守備上々だと思います いかがだったでしょうかえまあ,あの歴史の問題をえ今の自分の問題と考えるとえすごくあの教員採用試験の問題分かりやすいと思いますしえ現代昔の話を今の問題とすり合わせて考えている人をまあ教員としてほしいなというふうに思っている都道府県がすごく多いんじゃないかなと思ったのが今回の、まあ、内容です。 ですので、ぜひ皆さん、えっ、ー、と、現代の問題と比べられながら、今の問題っていうのをぜひ勉強して、えっ、ー、と、覚えていってください。それでは以上です。終わります。